どうも、ロッチュン TV です。本日はですね、ドラゴンクエストウォーク、こちらのゲームで、究極エビルプリストを買ってきました。結構ね、話したいことがあるので、まあ、つらつらと喋りながらやっていきたいと思います。で、まずね、今回この究極エビルプリストの心なんですけど、めちゃくちゃ強いです。で、まずステータス面で言うと、HP が高い、MP も高く、力もそこそこある。で、身の守りも高い。で、さらにですね、素早さも高く、器用さも高いというね、まあ、かなり火のつけどころがないくらいの心となっています。で、特殊効果が強くて、スキルの斬撃対義ダメージプラス 10% と、メラ属性特技ダメージがプラス 10% ついています。で、これがやばいよね。メラ属性 10% に斬撃 10% で、天空の剣が最強になる。あと今回出たデスピサラの牙、これもメラ属性なので、まあめちゃくちゃね、メラ属性特技の心あったらいいなーって思ったところに最強の心を出してきたっていう感じですね。で、あとはイオ属性耐性プラス 10% と眠り耐性 10% もついてるんですけど、これも強いです。イオ属性耐性プラス 10% がどこで使えるかっていうと、ヘルバトラーがイオラを使ってきます。で、結構痛いんですよ、攻撃が。なんで、このヘルバトラー代わりにも、イオ属性耐性ついている。さらにヘルバトラーはメラ属性弱点なんで、もうヘルバトラー狩るための心っていう感じに、もう完璧なセットで出してきた感じですね。で、究極エブリプレストの弱点は、メラ属性、バギ属性、ドルマ属性となっています。耐性がイオ属性、ヒャド属性、デイン属性となっています。で、今回ね、デイン属性耐性が多くて、まあ、ロトとか雷神の槍がね、あんまり使えないっていう感じです。で、ヒャド耐性あるんで、ヤシャのコンもちょっと使えない。で、イオ耐性あるんで、クリスタルクロもちょっと使えない感じなんですけど、まあ、メラ属性、バギ属性の武器でいくのがいいかもしれないですね。で、今回初のレベル50推奨のメガモンスターっていうことで、まあ、かなり体力が多いです。6万近くあるのかな ?6 万超えてくる HP 持ってます。なんで結構時間がかかるメガモンスターになってるかもしれない。で、あとはね、マホカンタとスカラを使っていきます。ここがまずね、注意点で、まあ、最初今回だとスカラしてるんですけど、この後マホカンタとかをしてくることがあるんで、このね、スカラをまず解除するのが攻略の肝です。なんで最初魔法使いとか入れてる場合は、マイションかけるのもいいんですけど、ルカニを最初に入れて、守備力を下げておくのがおすすめです。魔法カウンターされてしまうと、このルカニとかかけるときに反射されて入れることができない。そういうことになってしまうので、もう序盤に、ね、うちにね、ルカニを入れておくっていうのが、おすすめの攻略方法となります。で、あとは攻撃パターンとしては怪しい瞳っていうのがあって、まあ、眠り攻撃をしてきます。まあ、この眠りは単体なんでね、そこまで脅威ではないんですけども、まあ、状態異常眠り使ってきます。で、これの対応策としては目覚めの花、まあ、アイテムで眠りを解除できるアイテムあるんで、それを使って対処することができます。で、あとはね、究極エビルプリスト自体もイオラ使ってくるんで、まあ、エビルプリストを狩るのに、エビプリ狩るのにもエビプリがいいみたいなところがある。今回このね、イオ属性耐性がめちゃくちゃ生きるみたいなボスが多いですね。で、あとは攻撃パターンとしては、あ、これがね、眠り。まあ、単体だからこれはあんまり痛くはない。まあ、むしろなんか全体にマヌーサのアンドレアルの方がうざかった感じがあるかもしれない。で、あとパターンとしては、凍てつく波動もしてくるので、まあ、バイシオンとかかけても解除されるっていうところは一応ある。で、構成としてはね、まあ、メガモンスターなんで複数で狩ることもあるし、まあ、ソロ討伐だとしても、ヘルバトラーレベル35の方が強いかもしれない。まあ、攻撃の痛さ的にはね。ただ、HP が多いんで、まあ、ソロでやる場合は少し時間かかるかもしれない。で、守りの盾も一応してるんだけど、これも波動で消されるんで、まあ、眠りに関してはね、アイテム使っていけばいいかなっていうところがあります。
なんでまあ強さ的にはねそんなに強くはないんだけど、まあ心が強いんでね、これはぜひともね S ランクの心を取りたいっていうねメガモンスターになってます。まああとはエビリプリーストへの特攻天空の剣にも、あのデスピサロの牙、どちらの武器にもエビルプリスト特攻ついてるんで、それがねかなりでかい、めちゃくちゃ火力出る、だからその武器持ってればねかなり楽になります。持ってない場合はバギ属性の武器とかで行くのがいいと思います。で結構波動のターンとかはまあお得になる、ダメージはそんな来ないんで、まあやられる確率はねそんなに高くはないっていう感じですね。あとは今はね結構人が多かったですね、自分が行った場所は。なんで討伐自体の難易度はそんなに高くないっていう感じですね。まあ、レベル35ヘルバトラーの方が強いかもしんない。まあこんな感じで討伐は結構楽に行ける感じはしました。さあ倒します、いげっ、 OK。まあ、心が強いからね、これはマジで取った方がいいと思います。そして気になる心はこういうこと、これこういうことなんだよな。ちょっとこれはツイッターでもツイートして、まあツイッターフォローしてもらえていればわかるんですけど、出ちゃいました、 S ランク。すいませんね。いや、しかもこれすごいんだよ。いや、これちょっとね、この後見れるんだけど、報酬はね、しょぼかった。ゴールド出なかったしね。まあ、なんだよ、石ばっかじゃんみたいになったんだけど、心が S 出てますから。で、これね、見てほしい。あの、ストーリー上で1体狩るんですよ。なんでこれ、2匹。まあ、つまりこれ、1体目の究極エビルプリストで、S ランク来た。やばくないですか、この引き。剛腕。ということでね、まあ、S ランクの火力っていうのをこれから見せていきたいと思います。一応簡易的な感じで、さらに深い火力検証については、後日動画で上げたいと思います。はい、ということでね、今回撮った、究極エビルプリストの心、こちらの火力をね、見ていきたいと思います。まあ、簡易的なやつですけどね、やっていきます。これ。で、まあ、比較するために、戦士最強セット、今までの戦士最強セットがこれになっていて、まあ、キングスライム、キラーマシン、ツムリンマまで、まずは行ってみたいと思います。よかろう。ピサロ来ちゃった。まあ言ってもね、キングスライムも強いんで、まあ火力出ると思うんですけども、まあ、それをね、越してくるところを見れればなと思います。まずはビッグワンソード。2466。2512。2450。一応気合いための火力を見てみようか。7104。で次にこのキングスライムの枠を究極エビルプリストに変える、まあ、力がね落ちるんですけど、やっぱり特殊効果の斬撃ダメージ 10% とメラ属性特技ダメージ 10% あるんで、まあ、ここでかなり火力が変わるんじゃないかっていうね。2855。2863。2659。
7754。はい、こんな感じでね、戦士最強の今までのセットだと、キングスライム、キラーマシーン、ツムリンママっていうのがね、最強だったと思うんですけども、それを塗り替える強さを持っているのが究極エビルプリストの心となります。で、ステータス上でも、まあ、力の値は30ぐらいキングスライムの方が強いんですけど、 HP、MP、身の守りがね、エビルプリストの方が高いんで、もう完全上位互換というか、まあ、メラ系の武器を使う場合は究極エビルプリストめちゃくちゃ最強という結果になりました。まあ、あとは会心率の差とかもあるけど、まあ、ワンチャンメラじゃなくてもね、普通に HP とかも考えたら普通につけていける心になると思います。 HP110 もあってさ、まあ、効果アップ含めてで、さらにさ 10% 斬撃あるからさ、まあ、キラーマシン級の強さあると思います。で、さらに強い究極エベルプリストの心の性能っていうのがまだまだあるんですけど、その強さ、その火力を見せる動画はね、また上げていきたいと思います。なのでよかったらチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローなどもよろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。それでは、またな。バイバイ。